こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。マイクラのこのタイトル画面の背景の生き方が判明したっていうことで動画撮ってみたいと思います。このタイトル画面のこの背景は、2011年のベータ版 1.8 ベータ版の 1.8 2011年のベータ版 1.8 から2018年のバージョン 1.13 までの7年間くらい採用されてたワールドなので、見たことがないっていう人はいないってくらい、ある意味伝説の大地なワールドですね。今この 1.12.2 で起動しているんですけど、この背景のワールドへの行き方なんですが、早速やってみたいと思います。今これ皆さん覚えておいてください。この背景、右に砂があって、左に池があって、ちょっと島みたいのがあってっていう、この場所で今からその場所に行ってみたいと思います。はい、ということで来ました、ベータ版の 1.7.3。 10年11年ぐらい、もう今から10年とか9年とかそれくらい前の話。うわーすごい。でこれでシングルプレイで、クリエイトニューワールドのシード地、ここに打つんだ。うわー、シード地ここに打つんだ。シード地でこの2つの番号どっちでもいいらしいですね。この2種類のシード地どっちでも大丈夫らしいです。で打って、クリエイトニューワールド、パチ。うわー、この時代のマイクラこんな感じか。はい、来ました。うわ、多分この時代のマイクラは砂か土か石かぐらいしか地面にないんだよね。それでシード地の60-70-68ぐらいのところに行きます。砂地が見えてたからそこっぽいな。砂地があって、ちょっと高台からっぽい。あ、ダッシュもない。あー、この池じゃないのか。あ、そこにあるちょっとした島に木が生えてるっていうのがもうそれっぽいな。砂がないな。砂。あー、砂出てきた。砂が右側にあったよな。ってことはこれ真反対か。あー、なんかこうちょっと切り立った。うわー、この声。切り立った。あ、あー、この砂の石と入り組んでる感じ。ここだ。うわー、来たか、ここに。だって見たことない人はいないって。世界でしょこれ。あ、あー、ここだ。ここっぽい。ここでこうこうグイーンっていくようなタイトル画面な気がする。あーった、ここだ。砂の形が一緒だね。うわ、見比べてみるともうまさしくここって感じですね。ベータ版の 1.7.3 だったんだ、あの世界は。うわー、なるほどね。ちょっと感慨深いかも。まあ特別何かがあるってわけじゃないんですけれども、まあここの形をちょっと残しつつちょっとこの周り映ってないところとかを発展させていくマインクラフトっていうのもいいかもしれないですね。幻の大地で始めるマインクラフト、なかなかいいかもしんない。でこれさっきテストしたんですけれど、一回 1.7.3 のシード地でこれ作っちゃえば、多分最新ので起動してみようかな。これ 1.7.3 でこれ打って、こう起動されたやつ。で、これを戻って、さあ 1.16.1 で今のワールドを起動してみます。どうなるか。おー、来た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 。あ、なるほど。もうスキンが変わるわけだね。はい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 。ベータ版の 1.7.3?9年前のマインクラフトで作ったワールドを 1.16.1 最新の今マインクラフトで読み込み直すと、なるほど、遊べますね。ここで最新のマインクラフトが、伝説の大地で最新のマインクラフトが遊べるという感じになっております。まあ、もし興味のいる人がいれば、まあ、真似してやってみるのも面白いかなと思います。うん、あの砂の形、そうだよね、そうだよね。あー、ここか。ここで何千万人何億人っていうプレイヤーがこの景色を見てきた、だね。なるほど。ということで、今回はちょっと短いんですけれども、こんな動画撮ってみました。マイクラの実況シリーズは新シリーズを2本用意してあるので、そちらもお楽しみにしていただければなと思います。それでは今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。